チェン内で1920年代に撮影された二人のデーバダーシーデーバダーシーとは、神に使えるもの、神の辞助、神の召使いを意味し、主に舞踊を担うために、ヒンドゥー寺院に奉納され、伝統舞踊を伝承した女性を指す。巫女のような存在で、寺院の女性とも呼ばれる。こうした女性は11世紀にはすでに南インドで見られ、基地なる存在とみなされ、 舞踊上演の際に舞踊と歌謡になった。通常の婚姻関係を持たずに男性と性交渉を持つ習慣があり、神聖な女性的な力を具現化する神聖娼婦であるという見方もある。イギリスの支配によるインドの伝統的な社会の崩壊、寺院や繁欧の地位の低下に伴い、彼らの非後果にあったデーバダーシーの状況は悪化し、聖洋近代の思想、味方を通して、 19世紀以降次第に売春婦、性的に搾取される寺院所有の踊り子であり、インド社会、ヒンドゥー教の恥ずべき部分とみなされるようになり、近代インドの社会改革運動における大きな課題の一つとなった。近年では、デーバダーシーの儀式舞踊とセクシュアリティは、寺院と王室における重要な遺産であると強調する学者もいる。評価や見解は分かれるが、 このように注目されるのは、インドの歴史の初期から全域で行われた、インド全体の伝統の繁栄するものとみなされたためで、ある。デーバダーシーによって築かれた、寺院文化、ヒンドゥー教の中で育まれた、芸能文化は、南インドタミルナドゥ地方発祥の舞台芸術、バラタナーティアムの礎となっており、タミル地方の芸能において、非常に重要な存在である。 アーンドラプラデーシュ州をはじめとする南インドの風習である。タミル地方ではニッティアスマンガリと呼ばれた。また、ヨーギニーとも呼ばれた。美しい女児は貴重で、吉祥な存在であり、寺院に検定することは刑事とされた。所長前に奉納され、その際に神との婚礼儀礼を行い、舞踊家として修練を積んだ。その舞踊は、主としてラースヤと呼ばれる女性的な、 優しい舞である。人間と結婚することは社会的にタブーであったが、その土地の権力者や階級の高いパトロンがつくことも多く、実質的に第二夫人としての地位が与えられた。デイバダンシーは彼女を奉納した一族に社会的地位向上と経済的な恩恵をもたらすため、一族にとっては貴重な存在であった。神と結婚した彼女らは、 障害家婦になることはないため、基地なる存在として歓迎され、寺院だけでなく宮廷の宴会や一般家庭の祝い事にも招かれ、舞踊の上演の際には舞踊と歌謡になった。一座の座長と演奏は男性であった。こうした女性は、秘文などから、南インドでは11世紀には制度化されていたと考えられている。舞姫として伝統舞踊を主から弟子へと伝え、 儀礼で神々に株分力を奉納した。また、宮廷で高級商婦として働く者もおり、彼女たちは深い教養と芸術を身につけ、社会的にも高い位置にあった。インド統治時のイギリスの国勢調査等の資料では、デーバ・ダンシーは一種のカーストを形成していたかのように、記述されているが、実際は様々なカーストから寺院に奉納された女性がおり、奉納された女性と、 デーバダーシーとブラフミン男性の間に生まれた女性によって構成されていた。生まれた子が男性の場合演奏家になった。地域によってデーバダーシーの故障や内実に差異はあったが男性と通常の婚姻関係を結ばずに性交渉を持つ点は共通である。社会の構成要素としては組織化されていない特殊な人々であり、生徒族。 神と人々の間を橋渡しする役割を持っていた。イギリスによるインドの植民地下で、藩王や大規模寺院が政治経済的に弱体化すると、彼らに庇護されていた芸術家たちは行き場を失った。デイバダ和シーは、神と結婚しているため人と結婚することはタブーで、あり、結婚による生活の安定は望めず、生計を立てるために踊りを教える者もいたが、 やむを得ず売春をする者も現れた。状況は悪化して、デーバ・ダンシーは私有化の道をたどり、村のブラフ民ン地主の囲い者や、村の男たち共有の売春婦となったり、都市化が及んだ地域では、スラムの専業を売春婦になった者も少なくない。イギリスでは、19世紀後半に、軍の性病への懸念から特別警察による娼婦の登録と意師による、 定期的な検診という管理が行われるようになり、この動きは軍と無関係の町まで広がり、排尚運動になっていった。インドのイギリス軍中屯地の性病感染率も高く、1860年には売春目的での16歳未満の少女の売買が処罰の対象になるなど、ビクトリア朝風の厳格なイギリスの性道徳が、インドにも徐々に適用、浸透していった。こうした、 イギリスの廃傷に向けた動きとデーバ・ダーシー性の悪化の中でデーバ・ダーシーは特殊インド的に制度化された売春問題として注目されるようになり地域や集団ごとの故障や監修の際は無視され踊り子またはデーバ・ダーシーは一括りに勝負であるとみなされるようになった近代西洋人や近代西洋教育をしかし売春であるという彼らの批判には 西洋的なステレオタイプな見方も少なくない。イギリスの植民地当局者とインド人社会改革者はデーバダーシーを廃絶するために法律を作り、その伝統舞踊から彼らが好ましくないと感じたものを取り除こうとした。1947年にはイギリス政府はマドラス政府を通じてマドラスデーバダーシー条例を発令し、 監修を廃止して寺院に少女を検定することを禁止し、インド政府は1988年にデーバダーシーの風習を法律で禁止した。しかし、風習の盛んなカルナータカ州など7つの州には、政府調べで2万5千人のデーバダーシーがいた。カルナータカ州では1982年に先んじてデーバダーシー制を廃止したが、他に対策を取らなかったため、 デーバ・ダーシーだった人々が今度は寺院の外で売春をせざるを得なくなった。この他エイズが広がるという結果を生んだ。2014年時点でカナダのメディアバイスはインドのサー・アングリーでは今でもデーバ・ダーシーによる聖なる売春が行われており、彼女らは娼婦として売春で生計を立て、その実態は外省となんだ変わらないと述べている。この制度が続く理由には、 それが、家族にご利益を与えると信じられているほか、結婚時の持参金を用意する必要がなくなり、またデイバダーシーにした娘から収入を得られるという、経済的な理由もあるという。元デイバダーシーの女性や、ビジャヤワーダの無神論者センター、キリスト教団体がこの風習の廃止に努めている。インド伝統の舞台芸術として知られる、バラタナーティアムの名称は、1930年に、 使われるようになった。デーバダーシー出身のカリアーニ姉妹の舞踊をバラタナーティアムの名で舞台で上演したのが始まりである。19世紀、誕生る宮廷の学士の4兄弟によって確立された舞踊を描くとするとされ、デーバダーシー以外の男性的な伝統舞踊の影響も見られる。当時のインドでは支配者であるイギリスに対し誇れる文化があることを証明しようとナショナリズム的に 伝統文化の、弁護士で、社会活動家のインクリッシュナーイヤーによって、バラタナーティアムが評価されるようになり、芸術一家出身の舞踊家、バラサラスワティ上層カースト出身で、新地学協会のルクミニー・デービー・アルンデールらの、尽力で再構成され復興した。ルクミニー・デイビーはバレエに班を取り、舞踊学校を設立し、一般家庭の女子が舞踊を学ぶようになった。 インド古典芸復興は、新知学協会の新知学運動から発生しており、聖なるものを近代化、大衆化させるプロセスは、新知学協会が思想においていったことと同様である。教育機関という、開かれた近代的組織において教授されることで、主から弟子への伝承の伝統は消滅し、宗教的な文脈は解体され、 大衆化し誰にでも教えることで神と人との仲立ちの役割は失われた。コーカーストの子女のお稽古時になり、お披露目会は花婿候補とその家族を招待し、アピールする場ともなっている。お披露目会は芸能プロダクションからも注目され、これをきっかけにデビューする女優も少なくない。バラタナーティアムは近代化、世俗化の道をたどったことで、デーバダーシーと 全く異なるものに変質している。ありがとうございます。